はいどうもこんにちは、グッドカーライフのゼミッタです。ということで今回はフルモデルチェンジを行ったホンダアコード、こちらの内外装を詳しくチェックしたいと思います。1976年に初代が登場、そして2024年3月11代目に生まれ変わったホンダのフォードワサルーンアコード、今や貴重なセダンタイプの最新モデル、果たしてどんな仕上がりなのか、クラウンセダンオーナーの目線も交えながらチェックしていきましょう。というわけでお借りしたのは EHEV を搭載するホンダアコード、車両金額は545万円、ボディカラーはプラチナホワイトパール、メーカーオプションは設定なし、ナビ ETC も標準装備なので、それで545万円のアッパーミドルサルーンと考えるとお得な印象です。はい、というわけで今回はフルモデルチェンジをしましたホンダアコード、こちらの内外装をご紹介していきましょう。というわけで今日車貸していただきましたのはホンダカーズ三重東四日市日永北店さんになります。ご協力ありがとうございます。でこのアコードですね、もう発表発売されてからしばらく経つんですけども、すいません全然取り上げておりませんでした。画像であったり映像でも見たっていう方も多いと思うんですけども、皆さんの第一印象をですねぜひ聞かせていただきたいです。正直言うと私映像で見てると結構ですね、年齢層高めの方にこうアプローチしてるのかなんて、そんな印象を受けてですね、ちょっと私の心にはその映像であったり画像を通してだと刺さんなかったんですよ。やっぱね生の方がかっこいいです。特にフロントフェイスのこの薄っぺらさはですね、生で見た方が明らかによく見えますし、まあ違和感がないというか、あちゃんとデザインとして成り立ってるっていうのはこれねもう実物見るとよくわかります。で細かいディテールとしましては、この辺はですね幾何学模様にデザインされてまして、全てピアノブラック塗装になってます。ただしこの目元のロアパーツに関しては無塗装の素地です。でその下ルーバータイプになってますけども、ここもですねピアノブラック調と無塗装の素地がコンビネーションさせてあります。まあ例えばこの辺だったら全部ツヤリなんですけども、ただこのミッドというかナンバープレートとちょうど被ってるような部分に関しては素地になってます。では前方の灯火類見ていきましょう。フロント周りフル LED となっております。そして今画面上で言うと右側がですねポジションライトつけてまして、ここデイライトとして機能します。そして左側、これがですねウインカーとして発光していまして、これはシーケンシャル方式になっています。こうやって見てるとかなり滑らかに発光しているのが見て取れるかと思います。どうでしょうか。でメインのユニットとしましては、今点灯しているこの箇所がロービームです。で真ん中に潜んでいるのがハイビームユニットで、下側見ていってもフォグライトは備わっていないと、こういう形になってます。で実際にこのハイビームユニットがですねアダプティブドライビングビームになっていると。ですからミドルビームを兼ね備えているホンダ独自のハイビームモジュールですけども、対向車とか先行車がいる部分はローに落とします。ただしそれ以外の部分はハイで照射すると、賢いハイビームユニットちゃんと収まっております。お次はサイドに回って、ボディサイズは全長 4975mm、 全幅 1860mm、 そして全高が 1450mm となっております。E セグメントのフォードはサルンです。でアコードサイドから見るとこんな感じです。まあ、今回は全長がかなり伸びてます。 70mm 以上伸びてたと思いますけども、実際に新世代アコードのサイドディテールこんな感じです。あのねフロントノーズがものすごく伸びやかな印象があります。さらにはプレスラインもめちゃめちゃ際立ってますけども、これもねクラウン同様に水平基調にデザインされてます。ただよーく見るとこの辺り若干円を描くような感じで、こう描くようにこうスーッと落としてあるんです。でリアもそうですよね。なのでこういうイメージのプレスラインになってるかなと思うわけですけども、実際にこの辺りもかなりですね躍動的でなおかつダイナミックな印象があるポイントです。そして質感です。ちょっとアブがいっぱいいるので怖いんですけども、まずドアミラー周りこの辺はですねちゃんとピアノブラック調になっています。さらにウィンドウモールディング、これアッパーラインはメッキの処理が施してあります。でここまでグッと来てますけども、
かなり上品な印象です。そして C ピラー周り B ピラー周りのガーニッシュ、ここはちゃんとツヤありです。ただここはねあえて加色なんかはないわけですけども、全体のバランスを考えてこういう風に仕立ててあるんだと思います。で足元です。こちらは18インチのアルミホイルとなっております。ノイズリデューシング機能がついていまして、これで静粛性も高めるわけですけども、実際にデザインとしましてはこんな感じです。5スポークでさらに切削、これをうまくコンビネーションさせることによってなんか分割されているようなイメージを植え付けてあるわけです。でメインの部分は艶消しブラックになってますけども、まあ、おしとやかでありながら存在感放っているようなそういうホイールかなと思います。でタイヤはミシュランの E プレマシー、これを備えておりまして、サイズに関しては235の 45R18 となっています。ではこのリア周りを見ていきます。後ろから見てもかなりこう水平気象でですね、腰を落としたようなスタンスがあると思います。どうでしょう、これが新しいアコードです。なんかほんとね、どん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 デザインは洗練されていってますけども、それと同時になんか好みがはっきりと分かれるようなデザインになったかなとも思います。で個人的にはね、このテールのね跳ね上げ方がこれ好きなんですよ。セダンといえば私はもう E46 の BMW3 シリーズがめちゃめちゃ好きなんですけども、なんかこのダックテールがねほんとこうスポーツセダンらしいポイントでして、この辺もね美学ですよね。あえてスポイラーを設けていないけども、でもちゃんとこの辺りで空力も考えてあると、まあ、事実多分アコードもそうしてるんだと思います。でその下にはですねインナーブラック化されてるレンズ類が入ってまして、で EHV のバッチ類なども入ってますけども、基本的にロア周りは全部ツヤありブラックでまとめてあります。この辺もサイド含めて全部そうですね。さあラストはリアコンビネーションランプの質感です。おリアもちゃんとフル LED になってると思いますね。しかもなかなかアイコニックな光り方をしています。まずポジションは一文字ではないけども、なんかこう2段に積まれているような形になってまして、ポジションが結構印象的なのと、あとウインカーもこれリアもちゃんと流してますね。まあ、この辺でフラッグシップらしくですね、先進感出したり他との差別化を図ってるんだと思います。実際にこんな感じ、まあ、ちょっとつぶつぶ感はあるかなと思いますけども、明瞭に発光してるのでいいでしょう。であとバックランプはここにおそらく収まってるかなと思うんですけども、まあ、今回は点灯させていませんけども、実際にこのような光り方になってます。美しいです。あとはナンバー灯です。まあ、これももちろん LED ですけども、あこれ左右一灯式じゃないんだ、中央一灯式になってまして、はいこんな感じ LED になっていました。続いては新型アコードのインテリア前席周りからチェックしていきましょう。まずねちょっとだんだん夕方になってきて暗くなってきたので、ここに照明が入ってるの見えると思います。こんなところにちゃんと間接照明も仕込んであります。ちなみにドアのイージークローザー機能はありません。なのでハンドアにしても自動的には閉まってくれません。というわけでドアトリム見ていきましょう。まず内装カラーは黒しか設定がされておりません。実際にこんなシックにまとめてありますけども、まあこれをスタンダード感がありつつ定番ですからいい感じです。で素材としまして、ここねちょっと特殊なソフトパッドですね。なんかこことはまた印象が違うんですけども、一応柔らかい素材で、ここはいわゆるプライムスムースみたいな素材になってまして、でここも柔らかいし、アームレストも柔らかいし、まあ、ここはハードですけども結構素材感にもこだわってある印象です。でシートメモリーは2ポジション、あとこの辺もちゃんと加色が入っていますし、ちゃんとパワーウィンドウは全窓オート機能がついてます。でこの辺のねテクスチャーが入ってますけども、これはちょっとチープかな。なんかこれだったらもっとヘアライン的な感じでアルミのパネル入れてる方が呼吸感出るかなと思いますし、まあ、スポーティーさをっていうところでこれ入れてるんだと思いますけども、実際にアコードはこれが適用されております。あと間接照明が入ってますけども、実はねこれ機能的なんです。今これドア開けてますよね。開けてるところはこうやって色が光ったり、さらにはエアコンなんかの温度を変えるとですね、この辺も赤青で変わったりとか、
単なるアンビエントライトじゃないっていうね、その辺も面白いポイントです。でシート見ていきましょう。こちらは本革になってますけども、かなり質感はいいです。それこそナッパレザーと言われても、まあ、正直わかんないくらいのかなり品質のいい革が使ってあります。でボディスタビライジングシートですから座り心地もいいと、まあ、こうやって見るとさすがはフラクシップらしいシートになってるかと思います。この面の構成なんかもかなりこだわってありますし、いかにも高級車っていう感じがしますよね。でもちろんパワーシートで両側ともに8way、さらに運転席は後衛のランバーサポートもついてます。なんかさっきから虫がですねめちゃめちゃいるな。さあというわけでステアリング周り見ていきましょう。オーソドックスな3スポーク形状です。でステアリングの素材としましてはスムースレザー本革になってます。確かに滑らかです。でさらに加色なんかもちゃんとおごってありまして、質感は結構いいですね。あと減速セレクターもついてるんですが、これ4段階じゃなく6段階あるんです。ぶっちゃけねマックスまで引くとワンペダル的に走れます。で目の前にはフル液晶メーターが備わってますけども、これ新しくデザイン変わりましたね。 10.2 インチのデジタルグラフィックメーターとなっております。左側にはパワーフローメーター、そして右側速度計で、真ん中は様々な情報に変更できるマルチインフォメーションディスプレイとなっております。まあ、これ結構見やすいなと思うのと、あと真ん中の表示がですねめちゃめちゃ様々なものから変えられます、選べます。これはねいいところですね。しかもナビはナビでちゃんと、これ Google マップですけどもちゃんと表示されますし、なんかねえらく今までよりも機能性が上がったなっていう、しかも表示も良くなったなっていう感じがします。でこれブレーキ踏むとちゃんとつくし、ウィンカー出すと点滅するし、やっぱこの辺のアイコンなんかも可愛らしく、そしてちゃんとコンタクトが取れるっていう意味ではいいかなと思うわけです。目の前にはですねヘッドアップディスプレイまでついてるんです。これ先代のアコードの約2倍ですね、 11.5 インチ相当と書いてますけども、まあここには今速度であったり、あとは標識、さらには車の東西南北の向きが出てますよね。まあもちろん運転手への表示であったり、あとは交差点案内などもやってくれると、これもね嬉しいポイントかと思います。でこちら横には 12.3 インチのセンターディスプレイ、まあホンダではホンダコネクトディスプレイと呼んでますけども、 Google が入っております。 Google 機能なので、ほらマップであったり、あとはプレイストア、これアプリ落とせますけども、さらに Google アシスタントなどなど、これねもともと Google のサービスが入ってますから、このまま Google マップつないで、で目的地設定してそのまま行くっていうこともできますし、スマホのもともと使ってるようなサービスの設定をここに呼び込めるっていうね、その辺もこの Google 機能が搭載されてるメリットかなと思うわけです。ちなみに Google マップは、はい、こんな感じ、もう普通の Google マップですよね。で検索ボックスがあって、ここで検索できるし、さらに音声でもいけると、普通のスマホと同じように使えます。え、ちょっと待ってください、じゃあ普通のナビはないのかって言われると、これ確かに見当たんないな。通常のナビはもしかしたら入ってないのかもしれませんね。アプリ一覧で見ていきますけども、はい、さーっと言ってナビっていう項目がないので、あ、そうか、もうだからディスプレイオーディオみたいな感じで、そこに Google ナビが入ってるっていう感じになってますね。でマルチビューカメラのスイッチここにありますけども、ポチッと押してもらうと、はい、このように映ります。 12.3 インチ大画面で映りますので見やすさが上がっております。そして画質も結構いいなと思います。でタッチパネルですから直感的に触れると、いいじゃないですか。そして下には見慣れないダイヤルが並んでますけども、これですねエクスペリエンスセレクションダイヤルと名付けられています。ちょっと自分で言ってて合ってるかん?と思いながら喋ってますけども、これまず触ってみます。どうなるか見てください。はい、今回しました。そうするとホンダコネクトディスプレイになんか出てきましたけども、涼しめにエアコンつけたいとか、あとはユーザー登録したい、設定飛びたいとか、そういうのをこのダイヤル一つでですねある程度はこなせると。
これが特徴になってます。でエアコンはここでもいけますし、さらにはポチッとこの辺を押してもらってもこういう項目がですね出てくると。でこれ普通にタッチでもいけますけども、音声でも操作ができると思います。ちょっと一応やっておきます。エアコンの温度を22度に変更。はい、エアコンを22度に変更します。おい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 、レスポンスがめちゃめちゃいいやないかい。ちょっと信じられないくらいにレスポンス良かったんですけども、まあ、こんな感じでエアコンの操作は声でいける。しかも Google のなんかサービスというか、あの感じでいけましたね。 Google アシスタントの感じでいけたっていうのが新鮮すぎます。であとは温度調整ここでできて、デフロスター、デフォッカーはここにあると。でその下 USB Type-C2 口で置くだけ充電、さらにはエレクトリックギアセレクターから、あとは自動駐車機能がつきました。でこれバイワイヤ方式ですから全部自動でやってくれますと。でドライブモードセレクト、これがですね、はい、コンフォート、ノーマル、スポーツ、そしてインディビジュアルとありますけども、あれ1,2,3,4,5、 あそうだ、イーコンもあります。なのでこの5段階になってまして、でインディビジュアルではこれらの項目を自分好みにカスタマイズができると。パワートレイン、ステアリング、サスペンション、アダプティブクルーズコントロール、そしてメーター、この5つのカスタマイズ項目が用意されております。あとは面白いのはこのボタンですね。これチャージモードがつきました。今までホンダ車のハイブリッドでチャージってなかったと思うんですけども、実際にこのボタンを押すことによって強制充電できます。なので深夜帯、また早朝帯に自宅に帰る出るっていう時に、もともと充電貯めときたいなみたいな、そういう時に役立つと、そういうスイッチが新設されてます。であとはさっきちょっとうーんと言ってた、まあこのカーボン的な模様が入っているパネルですけども、多分カーボン模様ではないんですよね。何かをこうイメージしてると思うんですけども、ちょっとこういった細かい幾何学的な模様が入っております。でこの辺は2パッドソフトパッドになってますし、ここの質感はいい。でセンターアームレスト、これ結構ごついですね。で前後の移動はないですけども、まあ十分こと足ります。で開けてもらうと中結構広いですね。いい感じで電源がここに一口ついてまして、 USB とかはありませんけども収納空間はかなり広々としています。でこれね、シートヒーター、あれそういやシートヒーターはと思ったんですけども、あ、ありました。あと連動機能もついてるけども、これもしかしたらスティアリングヒーターない、マジか。あとシートベンチレーションもないですね。わあ、この辺はね、車格考えたら欲しいですね。まあホンダがねシートベンチレーションある車っていうと私知らないんですけども、せっかくこれをフラッグシップに持ってきて、でいろんな飛び道具入れていいものにしたんだから、そういう快適装備も他社に合わせて欲しかったなーって多分皆さんも思ってると思います。これ多分10万くらい上がってもベンチレーション欲しいって方いると思うので、この動画でぜひ言っておきます。で全体としてのデザインはこんな感じになっていました。結構かっこいいです。かなり近未来的で、ソフトパッド、ここはね一応柔らかいですけどもハード寄りで、ここはさっきご紹介したドアのアッパートリムと同じような質感になっています。なので基本的には柔らかい素材がおごってある、ここはねハードになってます。じゃあグローブボックス、こちらはですね、はい、ダンパー入ってます。ただしキーはないですね。キーホールはついておりません。で ETC のユニットがついてますけども、これ標準装備でしょう。で収納空間もまあ十分ですし、さらに照明も入ってると。でアンビエントライト、はい、リコメンドカラー、おすすめのカラーと、あとはテーマカラーとありますけども、こっちにすると自分好みに選択できるという感じです。今これオレンジですけども、例えばサニーデイライト、何色だよ、金色かな。あとはグリーンであったり水色などなど8色くらい確かバリエーションあったと思います。こんな感じ、はい、まあ、なので様々カラーがありますけども、最近のトヨタとかに比べるとカラバリは少ないかなと思います。まあでもこんだけあったら十分でしょっていう感じはしますけども。で上見ていきますと、自動防眩ルームミラー、そしてここには照明であったり、あとはオーバーヘッドコンソールがついてますと。照明これね
静電式です。触るとつくっていう。で消えるときはぼんやり、いいですね。でバイザーはチケットホルダー、これ両方ついてますけども、さらにはミラーと照明がついてます。まあもちろんここもちゃんと LED ですし、さらに女優ミラーとなっております。ちなみにこれサンルーフないんですよ。これはねクラウンに分があるかな。最近クラウン一部改良されてパノラマルーフとか、あとセダンにもねサンルーフありますけども、残念ながらアコード車にはそれはございません。では後席を見ていきます。まず後ろもイージークローザー機能はありません。フロントと同じです。照明はでもちゃんと入ってるや、いいですね。はい、こんな感じで仕込んであります。白の LED です。で後ろのまずトリムですが、おちゃんとシェードがついてますね。手動ではありますけども、このように3シェードが仕込んであります。でドアトリムの素材であったり質感は同じですね。この辺ソフトパッド、ソフトパッドで、ちゃんとこの辺も加色が入ってますし同じです。でさっきご紹介しませんでしたけども、これ車内に BOSE のサウンドシステムが組まれてます。合計12スピーカーとなってますけども、リア周りでもツイーターとメインスピーカーと2つそれぞれに収まってるっていう感じです。であと後ろもちゃんとシートヒーターついてますけども、ここに配置が来てるのですごく操作性はいいかと思います。で3段階になってるという感じです。で後ろのシート見ていきましょう。これも同じく本革シート、そこに白ステッチをあしらってあります。まあ一応3人掛けではありますけども、あでも一応と言いましたけども、なんかクラウンみたいにボコッと飛び出していたりはしないので、ほんと普通に3人乗れるようなそういう設計になってますね。で生地感もあちょっと固めかな、革含めて固めではありますけども、でもクラウンよりはちょっと彫りは浅めな印象があります。で実はこれないように見せかけてアームレストもついてるんですけども、はい、こうペタッと下までつくタイプになってまして、でここにカップホルダーがあると、こんな感じになってます。ちなみにここはですねトランクスルーができるようになってます。ちょっとこれシート自体も倒れるので、まあ簡単になんか長いものを積みたい場合はこれでいけるという感じになってます。じゃあ乗り込んでいきましょう。間口はまあまあありますので、そんなにこう窮屈感なくスッと乗り込めるかなと思います。広いです。さあというわけで運転席は身長175センチの私の体格に調整しています。その状態で待って待って、広い。ニールームが1、2、3、4個ぐらい入る。これは広いね。まあもちろん全長5メータークラスですから広いのは当然なんですけども、ここはね FF の良さが前面に出てますね。全く窮屈感がない。足だって組めちゃいます。いいですね。この広さはねもしかしたらクラウンに勝ってる部分かもしれません。で頭上周りもすいません、ちょっと今帽子かぶってるので帽子脱ぎまして、拳は縦には入りません。横にだいたい手のひらで言うとですね、なんとかこう1枚くらい入るかなっていうそんな感じになってまして、こうは無理ですね。こんな感じになってます。で肘掛けの高さちょっと低いかな。なんかこう自然に座ってると体がこう傾いちゃうみたいな、なんかそんな感じの高さですから、もうちょっとこれ高さ上げてほしいかなっていうのは私の身長的には思うポイントではあります。でもシートはですねサイズゆったりですごく座り心地はいいですし、そんなに彫りは深くないように思えて、ちゃんとですね体を包み込んでくれる印象はありました。いい感じです。じゃあ機能性を見ていきましょう。シートバックポケットは両側についてます。こんな感じになってます。そしてあとはエアアウトレットがあって USB Type C が2口。ただね AC 電源ないですね。これはね本田さん、そろそろ AC コンセントつけてください。もうそれこそハイブリッドどん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 普及させてくださってるんだから、もうそろそろ全体で AC コンセントを作って、そして横展開したらそんなにコスト高にもならないんじゃないかなと思うんですけども、まあオプションでもいいので、5万くらいのオプションでもいいので選択肢ないっていうのはねちょっと悲しい、辛いかなとは思います。であと間接照明が入ってますね。ドアトリムにも綺麗に入ってますし、あと何気にフットライトもちゃんと入ってます。この辺はどうかっていうと、ここはなさそうですね。ここは
ここもなさそう。一応見てますけども、なのでこう目立つ部分に入ってるという感じです。で、上にスポットタイプの照明がありますけども、これはねホンダイとかに入ってるタイプですね。静電式になってまして、 LED になっていました。ではラスト、トランクスペースを見ていきましょう。ラゲッジスペースと言いかけました。おそらくセダンですからトランクスペースでしょう。で、電動ではないんです。ただしここにスイッチが仕込んでありますけども、ここのスイッチをポチッと押すと、はい、こんな感じ、もう半自動的に開いてくれます。しかも最後バーンってならずに、これダンパーが入ってますので、うまく減衰してそこをそっと収めてくれる、そういったユニットになってまして、まあこれはこれでいいんじゃないかなと思います。手動でも別に操作性は悪くない。でもフットオープナーとかがないので、ゴルフバッグ持ったままスッとやるとか、あとはその見え方の問題ではありますけども、ゴルフ場とか行ってあんたの車手動なのみたいな、なんかそういう話にはなりそうですけども、まあでも現実的に機能的にはそんなに困ることはないかなと思います。でもそれ以上に見てほしいのはこれ、2室空間めっちゃ広いです。これね、通常時この状態で VDA 方式容量570リットルあります。これね、ハイブリッドセダンとしては最大クラスです。なんとゴルフバッグ通常サイズであれば4個程度積載できると。広いでしょう。これはねアコード素晴らしいです。でも足元空間だって狭くないので、いやこれやっぱね FF パッケージがめちゃめちゃ効いてるなと思いますね。ホンダはメカミニマム、マンマキシマム思想っていうね、その MM 思想っていうのがありますけども、まさしくそれを体現したような、そういった一つパッケージがこういうところを見ても感じるかなと思います。奥行きめちゃすごい、手届かないですからね。で、あと床下もありそうなんですけども、はい、パンク修理キット、さらにはちょっとした小物スペース、奥は特にありませんと。まあこの辺におそらく IPU なんか収まってると思うんですけども、こんな感じです。あと何気に買い物フックなんかもついてます。で、照明はねこれ真ん中についてます。ここに入ってまして、これがちゃんと LED になってます。あとあそこにこれウーファーかな、こんなところに入ってますね。そして先ほどシートを倒せると言いましたけども、そうなんです、トランクスルーができるんです。これはねアコードちゃんとクラウンの大きな違いです。で、ここのレバーを引くと、これねロックが、はい、これで今解除されました。なのでこれだけでは倒れないんですけども、ここからですね座席の方に回り込んできてもらって、でも単純にこのままグッと前に倒してもらうと、これでシートが倒れるという形になってます。で、実際に全部倒すとこんな感じになります。さあ見てください、ほらトランクスルーができてしまいました。長いものも余裕で詰めます。しかもこの車ね全長 4.9 メーターオーバーですから、そもそも長さもありますので、結構なものを詰めるんじゃないかと思います。ただ注意してほしいのは、通常のワゴンとか SUV と違ってあそこの段差は結構大きめになってます。まあどうしてもですね座り心地を最優先にしていますので、そこはもう仕方ないところかなと思います。それよりもトランクスルーができるパッケージになってるっていうのは、これは褒めるべきポイントかなと思います。はい、というわけで今回は新しくなりましたホンダアコード、こちらの内外装をご紹介してきました。そして飛び道具は内外装だけではございません。走りもガラッと一変していますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。というわけでホンダアコード内外装編は以上となります。気になった方はぜひお近くの販売店でご試乗見積もりなどされてみてはいかがでしょうか。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねも合わせてよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。